体重も体重がちょっと増えた1グラムですけど、あ、今朝が70、今測ったら71、うん、で温度は何度ぐらいだったの？20度ぐらい、20度ぐらいですね、夜で、16から22ぐらいの間、これぐらいの温度差ってこと。あ、保温始めたのは本当にここら辺からで、ちゃんと。あ、そうなの。はい、はい、それまではそんなに保温はされてなかった。できてなかったです、はい。で、朝一の体重はこれですよね。はい。でちゃんと保温ができ始めたのが昨日ぐらいからかな。で昨日昼間ちょっと寒かったんで、ずっともうここの中入れといたら、夕方ぐらいからちょっと威嚇始めて、自分を見ると。で今朝はもう完全にもう羽広げちゃって、もう噛みつきそうな勢いだった。そうなんだ、はい。あの、握っと、丸木に握ったりはできるのですか？もう今朝はもう全然ダメでしたね。でやると思う。あ、いやいや、あの、止まり木にこの子止まれるんでしたっけ？止まれないですね、まだ。止まれない。ただ自分で下にいるわけね。登ろうとするときはありますけど、うん、足がまだやっぱり固まった状態なんで、止まり木には止まれない。それ1週間だからね。まあ、あれがね、どこまでも普通にはもう戻るの難しいとは思うんだけど、そうですよね、少しでもね、晴れが引いてくれればね、はい、ということなんですよ。はい、わかりました。で、薬は飲めてました？あ、薬はあの飲めて、まだ半分ぐらい残ってますけど。まあでももうダメですよ。あ、そうです。 A の薬は1日何回飲んでるの？3回ですね。1滴を3回ね。はい。で、 B の薬は B を2回。1滴を2回ね。はい。で、じゃあ今日は朝1回飲んでます、両方とも？あ、もう飲んでます。はい。飲むのは全然大丈夫？あの、結構口開けて協力的に飲んでくれますね。はい。ごめんね。はい。はい。じゃあちょっと治療していきますね。はい。はい、ちょっと待って。先にちょっと目薬をちょっと目を保護するために見ますが。はい。足がこんな感じですね。はい。OA、骨関節炎等それから多分、マスクみたいなね。痛風？そう、痛風で。なってるんだと思いますけど、すごいね。まあ結構急激にパッと悪くなったんですけど、本当だから限界超えちゃったんじゃない？ああ、そういうことですね。泊まり火から落ちるなぁと思ってたら、もうあっという間に生えてきた。はい、限界を超えちゃったんだと思います。ああ、そういうこと。すごいもんね。倍以上腫れてますもんね。そうですね。普通だってこんな太くないもんね。はいはい。本当短期間でなんかバーってなったような感じがするんですけど、はいはい、落ちで切れますつもり。あ、切ってますけど、一応切ったつもりですけど、ダメ。いや、ダメじゃないんだけど、ちょっと長いところがこの辺が。あ、そうそう。今は保温室に入れとくのが一番ですかね。あ、この子、昼間も。まあ、あの、昼間人がいるときは出してあげてもいいんじゃない？あ、そうですか。うん、昼でも夜でも人がいるときは。あ、人がいるときは。で、様子見がてら体を膨らましてるんだったら、あったかい保温室に入れた方がいいし、体膨らましてなくて元気そうにしてるんだったら、出してあげてください。あの、その、あったかい保温室からね。はいはい、
そこの中に入っちゃったってなんか隔離されたみたいになっちゃうでしょ。そうですね、もうずっと、うん、だからそれはかわいそうだから、だから体膨らましたりしてるようだったらやっぱりあれだよね、入れてあげた方がいいですよね。窓作ってます、それ。あ、一応窓は、あ、これね、これね、はい、あ、発泡スチロールがあったわけだもんね、はいはい、いいですね。じゃあそれだととっても温まるでしょ。温まります、これ、ええ、で、まあ、気持ちよさそうなんで、そう、そうなんですよ、ええ、はい、じゃあ爪を切りましたね。ありがとうございます。から、あと、私まだつけてないよね、寄生虫を予防する薬、はい、をつけてもいいですか、一滴。あ、はいはい、もうキシデクチンという薬なんですけど、はい、あの一滴つけると外部寄生虫、ハムシとか海鮮とか、はい、そういったのが予防できるし、あとお腹の中の寄生虫もマイルドに予防できるんで。あ、そうですか、はい、で、やり方はここに一滴垂らすだけ、こんだけ。あ、それでいいの。こんだけですね、これで1ヶ月効いてますから。あ、ほんとか、はい、はい、はい、じゃあちょっと箱を、 あ、はい、あの、4、5年前にね、はい、イベルメクチンという薬でノーベル賞を取った日本人の先生がいてね、はい、で、それの進化した、はい、で、なんでじゃあノーベル賞を取ったかっていうと、イベルメクチンという薬をね、まあ、もともと動物薬だったんだけど、実を言うと、はい、人体薬として寄生虫の駆除に使ってて、で、あとあの南米とか南アフリカとか、はい、川辺に住んでる現地の人たちが無用に刺されて寄生虫感染するんですよ、はいはいはい、そんであの感染してちっちゃい虫が目に入ってきてね、あの